そばにいたいよ。君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しい、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから。かわいいね、ピロコロ。いや、今日は手術で一日入院だね。ちょっと会えなくなるけど、手術コロンシロンシロンコロンシロンとコロン初めての手術。うん、コロン飲まるんだよ、コロン。やっぱコロンかわいいな、美人さん。知らんまま頑張るんだよ、うん、それはパッパ、バレーボールだ。コロンだよ。そうだよね、ピロン頑張るんだよ。分かった、だって怖いな、ピロン怖いな、頑張るんだよ。かわいいね、バシロン。僕ね、持っていけるよ。バシロン美人さん、かわいい。ニミはもう行く気満々だね。ニミは大丈夫だよ。でも喧嘩しないんだよ。喧嘩しないな。はい、今日は2人とも禁止手術になります。はい、体調も問題ないですかね。はい。じゃあ今日2人とも手術なので、はい、この後術前検査というものに入っていきます。はい、レントゲン検査と、あとは、血液検査を行っていきます。で、そこで大きな問題がなければ、はい、じゃあお預かりいたします。はい、あとは何か手術に際して気になることとか心配なことっていうのは特に大丈夫かな。はい、今から白コロを迎えに行きます。大丈夫かな、心配だね。白の顔は、写真を見て今白コロを思い出して。待って、白に見る。あ、そうね、術後服、お腹を隠す服です。トイレできないんじゃない。トイレはね、大丈夫なんだよ。それ紐、多分トイレのところは出る。大丈夫かな、白コロ。ね、心配だね。白コロを迎えに行くよ。うん、白コロいない、いない。一日お泊まりやだ。うん、迎え行ったらもう検査とかないの。うん、1週間後にね、抜歯しにね、また病院行くのよ。あの、手術したから縫ったでしょ、中を糸で。その糸はずっとついてんの、今も。で、それを1週間後に外すんだって。ママも外した。ママも、ママも持ってない。あ、ママも逆風で私入院した。ママはなんかね、糸じゃなくてホッチキスみたいな芯でボンボンって止めたの。だからホッチキスみたいな芯を取った。私逆風だったから辛いんだよ、手術は。ママもね、2回も経験したので
四方リミを産んでるのでね、帝王切開で、ね、もう高子だったんだ。辛いんだよ、そう、手術はね、辛いんですよ。でもね、手術した日が一番辛いから、うん、もうちょっと一晩ね、病院で頑張ってね、きっと、ね、過ごしてくれてるから、ちょっとはね、あれかもしれない。シロコロ麻酔とかしたの？うん、そう、麻酔したんだよ、全身麻酔、全部に麻酔かけちゃうの。ママはね、部分的、部分麻酔しかしてないから、意識がある中で手術したんだけど、ママお腹のとこだけしか、お腹と下半身しかしなかったから。ええ、だからしーちゃんたちがお腹から出た時はママを見て、普通にこうやって起きて、あ、生まれたって。え、痛くないの？痛くない、痛くない、麻酔してるから。でもなんか複雑な気持ちになるのか、変な気持ち。痛くないの？痛くはないんだけど、え、お腹切ってるとこずっと目開いてくて。あ、でもさすが見れないようにはなってるけど、でも後ろのところはちゃんと全部麻酔しておねんねしてる状態でやる。麻酔取れたらすごい痛いんでしょ？麻酔取れたら痛い。早く白子の迎え行きたい、うん、それですぐこの洋服着せた、うん、でも後ろのところのお腹見たくない、うん、怖いから。そうだね、あんまね、見ない方がいいかな。覗いてるよ、怖いね、白コロ。ね、会えるかな。痛いからさ、会った時もさ、喜ばないかもね。尻尾下がっちゃうかもね、うん、動きたくないとかさ、そういう感じなのかさ、どうなのかよくわかんないよね、状況はね。犬にしかわからないもんね。ママは？ママ？ママはもう忘れちゃったもん。だってもうリミー何歳？7歳でしょ？私10歳。7年前のこと。10年前と7年前の。そうだよ。忘れちゃった。合わせて17年。いや、そういう問題じゃない。合わせなくていいかな。着いたよ。着いた。今コロン加工してたんだ。早く、うん、早く、うん、こう早く、うん、昨日から会いたい、うん、声したコロンの声した、コロンの声した、心配だね、怖いね。シロのレントゲンが、ま、本当だ、シロのレントゲン、シロ、あ、来たよ、あらららら、あずゆでよかったですか、はい、このこれ取ります、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、すいません、そう、元気そうだ、よかった。歯がだね、歯がないのか、あ、そう、昔をねさせていただきまして、二人、あの犬同士は別々で過ごした方がいいですか、しばらく。そうですね、結構あの結構遊んじゃいます、はい、激しく、激しく、あ、激しく、それだったらまあできるだけ別の方がいいかもしれないですね。あとお腹のところがこうなってるので、ちょっとね、なんか怖かった、怖かった、ごめんね、急に。はい、だからもね、無事頑張りました。結構激しく遊んじゃうみたいなんですけど、別の方が、はい。
大丈夫かな。確かにずれてる。大丈夫です。でお洋服着てもらえれば、はい、大丈夫です。はい、よし、じゃあこれ取ろうか。はい、これサイズ大丈夫かな。大丈夫かな。ちょっとちっちゃかったもん。シュン入るかな。やばい。でも上が紐だから。あ、でも白でかい。白でかいよね。ダメかもしれない。ダメ。じゃあ文句来るんでしょ。うん。一応夜にもう一個サイズの大きいのが来るの。間違えてちっちゃいの。あの傷口が隠れれば大丈夫なの。はい。なら炎は平気かな。うん。まあ、前足だけひとまずつけといて、はい、腰で縛っておけば傷口は分かる。コロン、ちょっとここ手入れてみようか。コロン、これはね、キチャクチみたいな。コロン、コロン、コロン、久しぶりだにゃ。え、普通じゃない普通のチロンだよ。ちゃんと痛み止めが飲めないようにしたいから、もらった薬が飲めないと痛い。感動したな。うん、抗生物質これね、これを今からソーセージに埋めて食べるんでしょうか。こうやってちょっと読めちゃう。これコロンなんだ。なんかちくわみたいな。コロンの白じゃない。うん、コロン、コロン、じゃあコロンにあげるの。しーちゃんはしろ。しーちゃんがあげる。あげたい。私はしろでいいよ。いい、コロン、コロンが、コロン食べる。お腹ペコペコ。うん、いくよ。どうだい。食べちゃう。おいしいのか。食べちゃった。一緒に食べちゃった。じゃあ次しろ。欲しそう。うん、痛み止めも1個飲むんじゃない。それね、1日1個。あ、そう、朝あげたのか。じゃあ、じゃあシロンにあげる。シロンも食べようね、こう。シロン、じゃあカメラ目線でいくよ。うん、もう待ちきれない。あ、これが激しすぎて。シロン激しい。食べちゃった、もうない。激しすぎでしょ、シロン。もう食べちゃったね、シロン。シロン激しすぎ。シロン、あ、ないよ。じゃあ普通に食べよっか、シロンのところね。シロンとコロン食べないよ。ね、じゃなくてシロンとコロン。シロンがリミナムで噛んできた。本当？まだないの。もっと食べたいってアピール。そう。じゃあ、辛いせいでおか。うん。ソーセージ。で、ソーセージってさ、うん、聞いてさ、シロンが来たの。コロン、ソーセージ食べるの。このままあげるの。コロン、ソーセージ食べる。シロン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 。こっからね、切り口があるんだよ。チーズもいいじゃん。シーちゃん、クラン。コロをずっとおとなしく持ってる。ママ？うん？じゃ、これね。私コロにあげたい。これチュールみたいにあげるのって。じゃあコロにはこのチーズ入りのサラダチキンをあげたいと思います。うん、キランこっち。リミはね、プレーン。リミはプレーン。プレーン。これはシロンですか？うん、そう。じゃーん。ちょっとずつね、ちょびちょび。あ。私なんかすごいソーセージの形なんだ。なんか怪しい。イラン、待って、待って。コロン偉いな。大丈夫。イラン、どう？食べて食べて。食べてる？食べてる。美味しい？いい、食べてて。いいよ。シロン、もうシロン、もうコロンのも奪いたいぐらいの勢いだね。すごいな、シロン、もう。しっかり持って。噛まれないように。もうシロンすごい。もう先生の人が一緒だよね。シロンすごいね。食い意地が張ってて。術後こんな元気。シロンは術後めっちゃ元気だね。コロン上品。コロンはね、やっぱ昨日の夜とかちょっとめっちゃ元気なかった。だいぶ術後。ちょっと起きた。シロン、あ、コロンね、帰ってきたら洋服がちょっと脱げてた。ね、まわしがね。うん、ヒロンがもうくるくるいって。これあげやすくていい。ね、チーズ入り少しあげてみる。うん、チーズ入り、はい、プレーン、プレーンだよ。じゃあ美味しい。じゃあ美味しいか。はい。ヒロンが抜こうとする。手に握って乗せてあげてみる。うん、
コロンはお上品だからそっち食べれないのかな。あ、もういらない。ねえ、シロンがさ、もういらないのか。コロンは全部取ろうとするのに。取れちゃう、取れちゃう、取れちゃう、取れちゃう。くれくれ。じゃあリミの手に出す。うん、手に出してみようか。はい。すごいね。もう食べちゃった？シロン早いんだよ、本当に一瞬なの。よく噛んで食べてほしいんだけどね。コロンはお上品なんだよね、おとなしいんだ。いらん。あ、ね、尻尾そば振ってるし。うん、シロンですよね。コロンは食べてるでしょ、まだ。変な歯なんだよ。変な歯抜いて、それで何抜いてる？変な歯、奥の歯さんだ。それで、シロンね、あんま歯ないんだ。ほら、もういらない、コロいらないかな。じゃあお皿に入れとこっか。コロ、うん、お腹いっぱいになっちゃったかな。ゲップ、ゲップ、シロン、シロンゲップ、シロン全部食べたの。うん、ほら、早っ。だってこれ食べづらい。どっか。シロン、こっちも好きなの。シロンかわいい。チュルルルルル。コロンが大丈夫かな。コロンの動きが。コロン。もうないんだ、シロン。こりゃこりゃ。大丈夫か、コロン。降ります。なんかコロン元気ないな、やっぱり。コロン。コロンずっと座ってるんだもん、だって。コロン。シロンはさ、なんかさ、シロンはすごい活発なんだけど。水足りなかったからさ、なんかの液体に行ったんでしょ。ああ、そっか。点滴してたからね、シロンはね。うん、だからさ、うん、元気だったのかもね。あのさ、ずっと点滴してるもん。水が漏れてさ、シール取れちゃうから、シールやんなかったの。ああ、そうかな。水が漏れる。水漏れんの。コロン、どうした？大丈夫か？なんかずっと座ってる気がしない？手洗います。うん、大丈夫かな？なんだって？あのね、聞き取れなかった。聞き取れなかった。もう一回コロン言って。コロン、どうしたの？もう一回。元気ない？うん、コロンがずっと座ってる気がして、なんかね、なんかお腹ちょっぴり痛いの。痛いの。尻尾がちょっと下がってる。うん、昨日の夜ずっと下がってた。もうすごいビューって下がって昨日の夜中。おにゃん、こちょこちょ。食欲はね、朝のご飯を食べたし、うん、シロンは元気だね、相変わらず。コロンの方がお水飲んでる、うん、シロンはやっぱり飲まない。コロン、もう一回行こう。コロン、また座っちゃった。うん、なんかずっと座っちゃってて心配なんだよ、コロンが。シロンは心配じゃない。シロンはめっちゃさっきからこんな元気満々なんだけどね。あのシール、血ついてないかな。血ついてはなかったけど、昨日にね、今日見た時。じゃあ、これ。気になるのかな、やっぱり。髪の毛ボサッコになっちゃう。コロン舐めちゃったかな、お腹。あー、めくれちゃったかな、うん、でもなんかテープ貼ってあるからね。コロンは直接舐めれないはずなんだけどね、うん、ね、テープ貼ってあるのかな、うん、痒いのかな。ストレスか、これが、うん、洋服着ないからね、うん、コロンの服と白の服小さいもんね、うん、足通す、なんか足通すとなんかおしっこで濡れちゃうんだよね。今日も休ませてあげようね。キロ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 、元気やな。かわいいな、シロン。シロンは元気いっぱいでちゅ。
キロンサラダ、サラダチキンの匂いがする。サラダチキンの匂い。なんでそんなコロンが可愛いんだ。うん、コロンもね、出してあげたいけど、ソファーに飛び乗っちゃうのが心配でね。うん、コリアン。やっぱコロンは気になるね。さっきさ、コロンがさ、めちゃくちゃ可愛かったの。コリアン、カメラに来て。リビングでこうやってしてたらね、コロンがここに来ておしぼりした。リミ、犬になっちゃったの？そうだよ。前からだよ。そうなの？リミ犬だ、リミ犬。ご飯はドッグフードだよ。いいの。おえ。おえじゃないよ、おえちゃん。怒ってるよ、シロが。おえじゃないよ。キラ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 。キラキラキラ。キラ。ほら、ま、やばい。まだ。これじゃれてるんですか？ねえ、シロと遊んでるの、これ。